どうも山口誠也です。まあ今日はですね、昨日はネタ動画をやったということでですね、まあ今日もやっていきたいと思います。では今日はですね、会社の社長が言いそうなことをちょっと真似てみたいと思います。まずはこの足首から。おお、今日はこの俺、山口誠也社長か。お前たち部下に話がある。な、何ですか？ああ、お前たち最近会社で活躍してねえけど、休憩中はいいんだが仕事中何をしている？そうだね、パソコン作業とか回収作業とかですかね。その作業に対して時間が遅くねえか。時間内に終わるのが俺会社のルールだろう。だがお前たちの場合、時間になっても終わっていなくて、何をやっているのかな。いや、ちょっとじゃわからんな。ちゃんとはっきり言ったことで言えよ。いや、ちょっと言いづらいんですけど、携帯ゲームで遊んでます。ああ、今なんつった？もう一回言ってみろ。携帯ゲームで遊んでます。いやー、それはね、いやー、いけないことなんだよ。だけど僕もね、いやー、携帯ゲームって言ったらやっぱりスクールアイドルフェスティバルだよね。ラブライブのあれは結構最高だよ。まあ、じゃあ社長も結構やっちまってね、ランク99なんだよ。とりあえず携帯ゲームはダメだ。社長、今スクエスやってるって言ってましたけど。あ、そんなもん気のせいだ。あ、俺がスクフェスやってると思うか。やってねえよ。いやー、全く今の若い子ってもんはよ。でよ、次なんだ、会社で板車で通勤してる人間がいるじゃねえか。んなもん板車で来るんじゃねえよ。普通のよ、バスだか普通の車で来いよ。ああ、まったく。すいません、それは私が乗ってきてるんです。板車いいですよ、結構アニメついてて、車の中もアニメにして最高じゃないですか。私もそうなのよ。車を板車にしていてね、板車といえばやっぱりラブライブとはか、弱虫ペダルじゃねえか。やっぱね、ああいうキャラクターがね、車についてるといいんだよね。中身とかもね。まあいい、とりあえずいたしで通勤するな。普通の車で来い。わかったか。はい。それからもう一つは、仕事終わったら車の中で1時間寝てる人間がいるじゃねえか。それは一体どういうことかな。あ、はい、いや疲れたんで寝てるんですよ。寝ないとやっぱりダメだよ。ダメじゃないですか、やっぱり。ああ、確かにそうかもしれねえけどよ、まあ寝ててもいいんだがよ、長く寝て2、3時間は寝るな。ああ、分かってんのか、お部下たちよ。はい、分かってます。やっぱり寝るっていいですよね。体力も睡眠もつけて帰るってことが一番ですね。そうなのよ、社長もね疲れてね、いつも車で4時間は寝てしまって、4時間寝てから帰るんだけど、とりあえずまあ
4時間寝てテレビを車の中につけてお笑い番組とか見てしまうんだよね。とにかくすぐ帰りなさい。わかったが、ああこれが社長の話やった。まあいい、とりあえずは終わりで、これにて終わりで。ああ社長の報告だった。とにかく俺は終わったことだ。阿部寛課長にちょっと報告してくるかな。阿部寛課長、説教終わりました。うつけり、私にうつけりって言ってんですよ。まあ私としてことがね、社長これからもどんどん部下たちに言ってくれ。まあいいでしょう。部下といえばね、まあダン・クロト社長もいいってことで。はい、阿部寛課長、ダン・クロトさんに報告してまいります。ああ私はね、一人で教室しているんですよ。ああもうその話はいいです。そうか、まあ次回を待っている。ダン・クロト社長、説教終わりました。ああお疲れ。私は M コンポレーション社長のダン・クロトで、そう、この説教を受けたのも私自身の才能さ。究極のゲームを作るため。いやダン・クロトさん、ゲームなんて作ってませんよ。ああまあそうだと思うけど、私は教えてやる。なぜ君が頭が痛むのか。それは世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだ。いやバグスターウイルスなんて感染しません。まあいい、それこそ男だ。はい、今回もいろんな社長さん、そして課長さんからいろんなお米の言葉をいただいた。では山口誠也だった。よくわからない動画ですいません。ではバイバイ。